夏に始めて40社以上は行ってるかも。就活もやってるけれど、公務員試験も受けるので民法の勉強もしていきます。クラスの人にバカにされたことが結構あって、今日はインターン1個と説明会2個がある、なかなかハードな1日をお届けします。おはようございます。明治大学法学部3年の富田みなみと申します。今日は朝の7時ぐらいに起きました。今日はインターン1個と説明会2個がある、なかなかハードな1日をお届けします。私は朝にめっちゃ強いです。いつもすぐ起きます。前までは昼に起きて1日ダラダラな生活だったのですが、就活を始めてから日中の作業時間を確保するために遅くても8時半には起きるようになりました。強制的に目覚めさせるために速攻で顔を洗います。これも全て就活のため。就活のストレスでニキビができたのですが、保湿も欠かせません。次にお化粧をします。いつもはメイクをバチバチに濃くするのですが、就活ではアイラインは目尻だけなど少し薄くしています。メイクはだいたい15分ぐらいで終わります。次に持ち物を準備します。あ、その前に着替えました。今日はオンラインインターンと説明会があるのですが、全部私服指定だったので地味な色かつ無地の洋服を選びました。私服指定って難しいですよね。持ち物を準備しているのですが、いつもは就活ノート、筆記用具、お菓子をカバンに詰めます。説明会のためにパソコンを持っていくのですが、いつもパンパンでチャックが閉まりません。いよいよ学校に向かっていきます。学校までは1時間ぐらいです。おはようございます。おはようございます。大学は何しに行くの？今日はお勉強とインターンとか説明会あるんで、大学で受けます。そうだね、夏に始めて40社以上は行ってるかも。すごっ。なんでそんな頑張れるの？人よりも自信がないから経験で勝るしかないかなと思って、負けず嫌い？負けず嫌い。1年の時とかクラスで過ごすことが多くて、クラスの人にバカにされたことが結構あって。なんでバカにされるの？指定校推薦だから。指定校だみたいな。バイバイ、頑張ってね。学校に着きました。今の時刻は10時ぐらいです。今から13時ぐらいまでオンラインインターンがあります。この日はカメラオンだったので気を引き締めて臨みました。このインターンでは企業の社員になりきって事業計画を考案しました。下のノートは就活マル秘ノートです。私はインターン中は常にノートを用意して、インターンの内容はもちろんですが、人事の方の印象やどんな学生が多いかなども書き込みます。今インターンシップ一つ目が終わりました。現在の時刻が13時ぴったりです。お腹すごい空いたんですけど、次の予定もあって時間もないので、グミとか食べて過ごそうと思います。今、インターンが終わって大学のコンビニでグミ買ったら友達に会いました。イエーイ。友達に会ってリフレッシュもできたのでまた勉強します。就活もやっているけれど、公務員試験も受けるので民法の勉強もしていきます。両立は本当に大変で、何を優先すればいいのかわからないです。でもとにかく目の前の就活と勉強を一生懸命頑張ります。今から説明会を受けてきます。民法の勉強が終わったら早速次の説明会です。これもカメラオンでした。印象に残るためにめっちゃうなずきます。あとは歯を出します。全ては内定のために。会が終わって、今日の就活のイベントは全て終了しました。今の参加した説明会はもう動画選考の案内も来たので、家に帰ってから早速選考の動画を撮影したいと思います。どうでしたか？疲れて目が痛いです。毎日朝から晩まで。でもおかげで早く起きれるようになったかも。12時に寝て6時台か7時台に起きるようになった。リフレッシュとかどうしてるの？リフレッシュはバイトに行ったり、週に1回学校で対面授業があるから、そこでお友達と喋ったりで。さっきも会ってたね。ダラダラしたりする日とかないの？めっちゃある。もう家では常にダラダラして。何やってるの家で？ダラダラポケモンしたりアニメ見たり。じゃあまた。バイバイ、お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。どういうところ行きたいとかあるんですか？公務員と
民間だと金融とか不動産とか、はい、今日は本当に忙しいのにありがとうございます。マジいやごちゃごちゃありがとうございます。やっと今日の就活が全て終わりました。でもオンデマンド授業が残っていたので、その授業を2倍速で聞いてレポートを書きました。本当に全ての用事が終わったので、やっとリラックスタイムです。ダラダラするときは基本ポケモンかスマホで第五人格のゲームをします。一日中頑張ったのでご褒美です。唯一の癒しです。今日はハードな一日だったのですが、毎日こんな感じではなく、10時頃起きたり昼過ぎから学校に向かう日もあります。オンオフをしっかりしてメリハリのついた生活を送れるように意識しています。12時台には寝るようにしています。今日も一日頑張りました。明日からも頑張ります。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。